皆さんこんにちは、大堀12さんでございますけれどもね、ちょっと髪を切ってですね、だいぶすっきりしましたけれども、今回はですね、ギターの、まあ弾き語り、ギター1本の演奏においてはベース音っていうのは大事になってくるっていう話をしたいと思うんですけれどもね、例えば、長渕さんにしても、まあ、ボブ・ディランにしても、ニール・ヤングにしても、タクロさんにしてもですね、ビートルズにしてもそうですけれども、尊敬するミュージシャンの皆さん方のやつをよく聞いてますとですね、特にまあ弾き語りとかね、アコースティック編成における話になってくると、ベース音っていうのはやっぱりことに強調されるというかな、こういうフレーズ見たことありませんか？例えばとかね、こうだとかとかね、とかね、とかっていうのをよく見かけると思う、とかね、いろんなの見かけると思うんです。で、ああ、なんかこういうフレーズどっかで聞いたことあるぞっていうのは今のあったと思うんですけど、コードとコードの移り変わりにおいてですね、ベース音っていうのはことにこう強調される場合が多いんですね。まあいわゆるこれオンコードとかね、いう話にもなってくるんですけど、そのオンコードっていうのはね、本来例えばバンドとか組んでると低域を補ってくれるのは大体まあベースギターだったりしますよね。ギターっていうのは基本例えばコードだけとか、まあメロディーだったりっていうのがまあ大体主流になってくるんですけど、これがね、さっきも言ったけど、まあ弾き語りとか一人でやる、そうなってくるとベースとかいなくなるでしょ。ってことはやっぱりこうメリハリというか、ベース音をうまく強調したその弾き方っていうのは結構重要になってくる。もちろんコードだけ弾いてても様にはなるんだけれども、もっとこう味が出るというか、全然こう違う雰囲気になるんですよね。今度じゃあざっくりちょっと言っていくけど、基本2つか3つかな、まず遠巻きに見せますが、例えば C のコードで、あるとする、これ普通にコード弾いた場合ね、今のやった中にベース音、軽感を入れていくとね、こうなるわけ、ね、これね、っていう、まあこういうやり方があったりします。だから C と Am の間にこう入れてみたりとか、あるいは Am からこの F の間に音 G 入れてみたり、そして F に移るというね、とか、あるいは C から G に行く時なんかはこうやって、あるいはこうっていうやり方があったりする。じゃあちょっと拡大して見てみましょうか。普通にコード弾くと G 行って Am 行って Em 行って F 行って G に行くとだっとするでしょ。コードとコードの間にベース音を強調していく。例えば C から Am だとだから5弦の3フレットって基本 C のベース音です。そこから5弦の2フレットに移って Am、 つまりこれ5弦開放がベース音ですからね。でこれでまあ言ったらトーンダウンさせていくって、この移り変わりがいいでしょ。 Am から F に行くときなんかはこれを入れるんですよ。つまり Am on G という言い方になるんですけれども、6弦の3フレット押さえる。これって G のベース音ですね。だからこう入れる。そしてこれでそのまま F に行くってやり方もある。だからこれからこう行くのとというの違うでしょ。ってなるわけだからね。これがいいのよ。そしてこの F から G に移る時なんていうのはこういうやり方。F だと6弦の1フレットがベースになりますよね。で途中でこのいわゆるね D7 っぽいフレーズになるんですけど、親指をですねこの6弦の2フレットにかぶせるんです。するとこの音が出ます。残りの指は D7 のフォームなんだけど、この薬指を抜いた感じ。単体で聞くとなんかちょっと不快だなって感じの音に聞こえるんだけど、これがね後の G までに行く時にすっごいねいい橋渡しをしてくれるんです。で最後は G を締める。まあ、G はねさっきも言ったけども6弦の3フレットがベース音だからね。でこれで
と行くわけよね。もう一回おさらいすると C から Am に行くときなんか、で Am から例えば F に行くときなんかはこういうのを入れるね。そして F から G に移るときなんかはここをちょっと変えるとなるわけね。 D7 のフォームに薬指を抜かして親指でかぶせると、これちょっとコツがいるけどね。それが G になる。全然違うでしょ。で、これを一通り聞いてみてください皆さん。もう一回ね、と全然違うでしょ。普通にコードをただ弾くってだけじゃなくて、今の軽感音こういうとかとかね、そしてっていうのを入れると全然違う。今は C の例を紹介しました。次は例えば G の循環コードの例とかちょっとやってみようか。なんてあったとします。これもね、その、まあ、いわゆる、まあ、ベース音っていうの、まあ、オンコードっていうんだけど、まあ、そういうのを入れていくとこうなるんです。メリハリ全然違うよ。例えばね。いう感じで入れられるんですね。面白いでしょ、ね、じゃあちょっとこれ拡大してみましょう。っていう、まあこういう流れがあったとしましょうと。それぞれの例えばコードの間に入れたりするとこうなるわけ。なるわけよね。ちょっと1個ずつ見ていこう。 G から例えば Em に行くときなんて普通はこういくとこなんだけど、これよく出てくるよね。 G ってさっきも言ったけど6弦の3フレットっていうのがねベース音です。その次はね Em に行く前にね、これ小指離してもどっちでもいい、この6弦のね2フレットをね中指で押さえるっていうのはね結構ねあるんですよね。もっと言うならば、僕はいつもこういう風に押さえてるんですけど、まあ、この3弦の2フレットっていうのをあの中指で押さえるっていう場合もあるんですが、まあ、別に G のフォームで薬指を離して中指をですね、6弦2フレット持ってきても、まあ、それでも構わない。まあ、あと高音弦側にそんなに触れないで、大体まあ低域を弾けばね、様になりますので。で、そしてこの Em に移るっていうね、Em はね、いわゆる6弦開放ですからね、こうやって。というわけ。だからこう。と言って次 Em から C に行きますけれども、ここからと行くところなんだけど、こうやってまあいわゆるね Em からこの薬指を離して Em7 になるんですけど、 Em7 の時にはこの4弦の開放、薬指を外すってことは4弦が開放になるわけですよね。4弦の開放の音って D の音なんですけど、ほら3枚になってるでしょ、このでC は今5弦の3フレットがねベース音ですからね。そしてまあ C から D に移るというか普通に移ってる、まあ、ハマリング入れないで、あるいはねこういうやり方もある、でもいいんだけど、この時はねあんまりね他のやつ弾かないでベース音だけ弾くみたいなね。だからここは即座に移るとかね、
でもいいんですけど、まあここはねちょっと混在しちゃうので、まあ普通に C から D にそのまま移っていく。でそして最後は G に戻っていくんだけど、とね、また出てくるんです、この親指かぶせが。で一回この6弦開放を弾くんです。そしてつまり D on F シャープみたいな感じになって、これもよく出てきますね。これは親指でかぶせるんです、6弦の2フレット。そして G に行くという、 G はねさっきも言ったけど6弦の、3フレットっていうことになるわけね、となるわけ。一通り流してみるとこうなるわけよね。となるわけね。OK。ね、要するにこのベース音をそれぞれにこの G のコードでも、例えば G の循環コードでもこうやって強調させることができるというですね。本当に面白いでしょ。これが大体まあなんかこう主にいろいろ出てくる基本と思ってくれてもいいかもしれない。まああと一個じゃあちょっとだけ、おまけというかな。あんまり多く語ってもしょうがないから、まあ例えば A に移るときなんて循環コードがだとして、間にそのベース音が入るっていうことでもなくて、最後の E からA に移るの時にちょっと入れたりするって場合もありますね。 A から行ってそして D 行ってそして E に行ってこれ次 A に移るんですけどみたいなやり方みたいなね。まあ今僕は6弦の2フレットそして4フレットって言ったんですけど、まあ6弦の3フレット4フレットって言ってもいいの。みたいなね。でもいいし、ってやり方もいい。だからこう、あるいはみたいなね。例えばビートルズとかベビーズブラックとかね、結構こういうフレーズが出てきたりするんです。うん、低域で E から A に行くときにドゥンドゥンっていうこう半音ずつ上がっていくみたいな。例えば1音ずつ上がっていくとか、まあそういうのがあったりするんです。うん。じゃあちょっとこれをねおまけでちょっと見てみましょう。弾くとこうなるね。で D 行ってそして D 行ってそして A に行くという流れがあるとする。でその時にまあここまでは普通、 A から D まで行くのは普通で D から行くね。そしてこの E に移る。そしてここからという感じでやってみたり、まあ、まずね低域をこう強調さえすればいいから、まあ、他にちょっとかぶってもいいから、ね、というわけで、あるいはでもいい。ベース音でたどるなこうかどっちでも構わない。6弦の2フレットか3フレットかっていう、まあちょっとした違いになってくるんですけど、これでも結構様になるわけよね。これをじゃあもう一回ねおさらいしてみるとこうなる。あるいはと言ってもいい。となるわけね。ね、OK でしょうか。はい。C の、まあ、循環だったり、まあ、G の循環、あるいはもうおまけで A の循環なんかもやってみたんですけれども、まあ、こういうようなそのベース音の移り変わりっていうのがあったりするんです。うん。まあ、ベース音を強調するっていう感じで頭に入れておけばいいかな。で、他の音にちょっと触れても、まあ、多少は構わないと思いますが、今聞いてもわかるけど、やっぱりそのベース音のとこをちょっとこう、強く弾くみたいなね、そういうのやったらわかると思う。まあ、別に普通に弾いても、
良かったりもするんだけど、どちらかで言うとこうそのベース音を強調しながら弾くっていう感じで、メリハリのこう効いたものが出るし、まあこれもまあバランスの問題なんです。曲にもよるし、その気持ちだったりにもよると思うんですが、もうそういうまあいろいろあるんだけどね。言ったらC から Am に行くとか、 Am から F に行くときとかね、あるいは F から G に移るときにっていく場合とかね、 G から Em に行くときなんかはと言ってみたりとか、あるいは Em から G に移るときにと言ってみたりとかね、例えば D から G に行くときにってやってみたりとかね、さっきの A の循環コードみたいにあるいはという感じで行ってみたりとか、もう他にももっとあるんですけど、まあ、これは本当にまあいろんな音楽を聴いて DVD 見たりして学んでみるといいと思います。 G の循環とか C の循環とかでも、まあ、さっき見せたようなことがよく実は出てきます。これもね、簡単なようで実は難しいしね、この勘を使うまではなかなか難しいところあると思いますけれども、まあでもね、まあこの動画を通じて、まあ、そのベース音ってこの移り変わりでメリハリが出るんだとかね、まあ、そういうのを分かっていただけると嬉しいし、それをきっかけに皆さんの好きなミュージシャンの中にひょっとしたらその、まあ、弾き語りとかにおいてね、その聞こえてるっていう場合あるかもわからないので、ぜひともね、例えばそういうのをチェックしてみたり聞いてみたりするといいんじゃないかな。まあそんな風に思いますけども、どうでしょうか。まあとりあえずですね、ギターを、まあ、知っていただくための、まあ、きっかけとしてなればですね、幸いだなと、まあそういう風に思います。はい、ということでですね、また次回お会いしたいと思います。大堀一人さんでした。ではさよなら、バイバイ。